何色だ？水色。水色だね。うん、はい。はい。ゆうるくんは水色が出たので、水色をまず取ってもらいます。はい。はい。はい、あと2回回してください。はい。水色ゲットだぜ。はい。これね、プーさんね、ヘッドホンつけて。つけてんの？うん、はい。じゃお願いします。ゆうるくん先生、プレゼント。YouTube! はーい、よりぐTVでーす。ジョブンです。ママはねー、やけー、やったー。はい、今回ははい、そうだね。今回は、ママちゃんの方でもやってると思いますが、今大流行の3色マーカーチャレンジに挑戦していきたいと思います。はい、ではルールの方を説明します。ルールはまずじゃんけんしてもらいます。勝った方が先にこちらのルーレットを回してもらいます。ルーレットを回して出た色を使って、はい、こちらの塗り絵をやってもらいます。はい、はい、いいですか。はい、じゃんけんお願いします。最初はグー、じゃんけんポイ。よっしゃ。はい、ゆるぐるほしい。じゃあゆるぐん先行後攻どちらがよろしいですか。先行。はい、先行。まずゆるぐんのじゃあ回してください。はい、よし。はい、お願いします。えい。何色だ。水色。水色だね。うん、はい、はい。ゆるくんは水色が出たので、水色をまず取ってもらいます。はい、はい、はい、あと2回回してください。はい、水色ゲットだぜ。はい、よし、いきます。はい、お願いします。緑。はい、グリーン。グリーン。はい、グリーン取ってください。はい、はい、はい、グリーン。そしてあと1回。よし。水色。うん、もう水色出たもんね。うん、じゃあもう1回回そう。うん、茶色。茶色。うわー、難しそうだね。はい、茶色。はい、じゃあ次ママお願いします。はい、はい、お願いします。赤。赤。赤。いいね。はい、赤ね。いいね。はい、2回目。黒。うわ、難しそう。黒とか。あ、でもニョビ。あ、ほんとだ。ほんと。ほんと。はい、そして、あと1回。茶色。茶色。茶色あるわ、茶色。はい、はい、じゃあ、ママが、赤、黒、茶色ですね。はい、そして、ゆりくんが、はい、茶色、水色、緑ですね、はいはい、を使いますね。はい、はい、それでは塗り絵をするキャラクターを決めたいと思います。はい、ゆりくんはミニオンの中から一つ選んでください。はい、そしてママはディズニー、はい、ディズニーキャラクターの塗り絵の中から一つ選んでください。はい、じゃあお願いします。選んでください。ママ決まりですか。はい、じゃあママからお願いします。ママの塗り絵をするキャラクターはミッキー。はい、じゃあミッキーさんを塗り絵お願いします。はい、そしてゆりくんはデイブ。はい、ミニオンの中からデイブ。うん、デイブ。はい、じゃあデイブの塗り絵をお願いします。はい、はい、よーい、スタート。どうぞ。頑張ってね。
え、ベロどうしよう。茶色も緑も黄色も。さあ、出来上がりが楽しみだ。キモだって、青系ばっかりだったもんね。だって茶色になったらもっとキモくなるよ。グリーンとね、水色じゃね、難しいよね。うん、茶色だよ、うん、茶色。けどママも難しいと思うよ。黒、赤、茶色だもんね。だって黒塗ってあるから、うん、センスが問われますな。センスがね、センスが、センスが問われるね。パパとかね、やったらうまそうだよ。いや、パパ相当うまいと思うよ。相当アレンジが効くと思う。待って待って、緑で塗ったらさ、宇宙人みたいになっちゃった。宇宙人みたいになっちゃった。パパは子供の頃塗り絵いっぱいしましたか？やったよ、めっちゃやった。パパ塗り絵面白かった。うん、パパの時代はドラゴンボールとか筋肉マンとか、うん、キャプテン翼とかやってたなぁ、塗り絵。ママセーラームーンとか。ああ、セーラームーンね、女の子だね。はい、塗り絵が完成しました。はい、完成しましたね。では完成した塗り絵にパパが点数をつけたいと思います。わー、はい。では、ゆりくんの、ミニオンから完成した塗り絵を見せてください。はい、はい、ミニオンのデイブになります。はい、パパの独断と偏見で10点満点中。そうだ、あ、結構頑張ってるよね。だけどね、なかなか考えたんじゃないでしょうか、この水色と茶色とグリーンのね、うまいことを使ってる感じね。ここの、ポツポツはあれかな、水たまり、水たまり、水たまり、水たまなかな、水たま模様ね、なのかな。そうだな。じゃあ10点中、うん、じゃん、4点。4点はい、そしてママの完成した塗り絵を見せてもらいましょう。それではお願いします。じゃん、はい、ママの描いた塗り絵はミッキーだね。ディズニーのね、はい、はい、ミッキーをボーダーにしてるんだね。ボーダーの洋服にしてるんだね、はい、すごい。で、ママが使った色は赤と黒と茶色だからね。そうです、もう上手に塗れてるんじゃないでしょうか。はい、ママの点数はブルー、じゃん、7点。10点中7点でした。はい、1回戦はママの勝ち。イーシャはね、上手なんだけど、ちょっとママが、ママのと比べると隙間があるよね、塗り絵の隙間がね。はい、じゃあ、2枚目挑戦していきましょう。はい、それでは第2回戦やっていきたいと思います。はい、じゃんけんをします。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、じゃあママ先行後攻どちらがよろしいですか？先行。はい、先行。じゃあママからルーレットお願いします。いくぞ。はい、お願いします。はい、何色かな。黄色。はい、ママ黄色が出ました。黄色ね。
よ。うん、はい、はい、じゃあ2回目水色。わ、水色。はい、水色ね。三回目。せーの。ゆーちゃん。紫。紫。はい。はい、紫。はい、ママは黄色と水色と紫が、当たりました。はい。はい、続きましてよりきお願いします。よし、お願いします。はい、青。青、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 はい、どうぞ。はい、なんだ、青。もう一回、もう一回、せーの。何色かな。黄緑。黄緑。結構いい色だね。うん。はい。せーの。と何色がいいのかな。緑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 。難しそうだね。また緑系、青系というか緑系だね。はい。難しそうだね。ゆりくんは青と緑と黄緑が当たりました。めっちゃ難しそうじゃん。うんね、難しいね。はい、いい色してるね。はい、それでは、キャラクターを決めたいと思います。はい、今度はママがミニオンの中から一つ選んでください。そして、ゆりくんはディズニーの中から一つ選んでください。はい、はい、お願いします。ママは決めた。はい、じゃあママ決まったんだったらお願いします。こちら、はい、ミニオンのティム、はい、選びました。はい、そしてゆりくんはジャン。おお、来た、クマのプーさんですね。はい、キミク食べたい。はい、ゆりくんはクマのプーさんを塗り絵します。はい、はい、よーい、スタート。さあ、2回戦始まりました。頑張ってね。いいな、黄色なんだよ。ねえ、黄色使えないのつらいね、プーさんでね。さあ、そこをどう緑と青でカバーするのかっていうところだね、イシャンはね。そしてママは、ミニオンを黄色、紫、水色で、描いていくんだね、塗っていくんだね。まあ、だけど、まんま黄色だったらつまんないよね、ママとかね。考えると思うよ、多分ママ。逆に難しいんだよ。うん、逆に難しいと思う。緑のプーさん、かわいいね。かわいくしてあげない、いいじゃない、力で。うん、ね、すごい上手。塗り絵楽しい？楽しい。楽しい。子供かよ。いや、でも楽しいよ、本当。ね、楽しい。流行る理由がわかる。あ、この、なんだろう、やっぱ頭使うしね。あ、いいよね。そうだね。普通に塗り絵するより、クリエイティブだね。クリエイティブだね。ほんとクリエイティブだね。うん。芸術だね。うん。芸術家だね。芸術だよ。はい、2枚目の塗り絵が完成しました。はい、完成しましたね。では、ゆりくんから見せてください。はい、これね、プーさんね、ヘッドホンつけてつけてんの、うん、はい、じゃお願いします。お、すごい、上手。いい、ヘッドホンつけてる。
プーさんが。で、なんか体にブツブツが出てきて、体にブツブツができてるけど、大丈夫プーさん、これ。これは真似したの。あ、そう。あ、体にブツブツができてるんじゃなくて、これは模様なのかな、うん、模様なのね、うん、あの、プーさんの模様ってことね、うん、で、蜂の蜂の模様、うん、がお腹にできてるの、うん、すごいね。はい、じゃあパパが得点をつけたいと思います。はい、先ほどよりは上手くなってると思います。すごく10点中、ゆるくんのプーさんの得点はダカ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 じゃん、7点よかったじゃん、やった。はい、ゆりくん7点です。やった。はい、それではママの、ミニオンを見ていきましょう。あー、でもママもすげー、すげーな。はい、どうぞ。じゃん、はい、ティムですね。はい、はい、では、うおー、なるほどね。ママはね、その一定方向で塗るから綺麗に見えるんだよ、いいじゃん。見てみ、ほら。一定方向で横だけとかさ、ほら、模様が横だけとかでこうって塗ってるから綺麗に見えるの。いいじゃんは縦とか横とかブワーって塗ったりするから、あの、綺麗に見えづらいんだよね。わかる？バーって横だけで、ほら、横だけでバーって塗ってるじゃん。で、いいじゃんの見せて。いいじゃんのは、そう、ほら、いろんな方向でバーって塗ってるから、うん、綺麗に見えづらいんだよ。そこ勉強になったね、今回ね。はい、ママのじゃあ得点をいきましょう。おー、模様もね、渦巻きの模様なんだね。そう、このね、うん、上手。ちょっと悪いけど、うん、いいところもあるよっていう、うん、このお口をね、オリジナルで書いたんだけど、僕も渦巻き、そうなの。あ、イシャも渦巻き模様にしたろ。なんかブツブツができてるクープーさんにちょっと見えたからさ、一瞬ね。しょうがない、しょうがない。上手になったよ、イシャ。上手になった。いい、よくなったよ。さっきよりか点数上がってんだからね。はい、ママのじゃあ得点いきましょう。このね、この線もうまいね。こういうのなんていうかちょっとわかんないけどね、うまい。はい、じゃあ10点中、ママの得点はダーン、じゃん、9点やったー。これしょうがないよ、もうママうまいもんだって、これ完全にパパ嘘つけないもん。いいじゃん、いいじゃん。だけど勉強になったでしょ。いいじゃん、でも上手、上手になってるよ。やるたんびに上手になってるよ。うん、上手になってる。次回やるときは この塗り方を覚えな。同じ方向に塗るのよ、ね、黄色とかだったらね、分かりづらいからいいけどね、うん、こういう色だとね、こういうのだと分かりやすい、ね、そう、同じ方向にこう塗ると綺麗に見えるから、それをちょっと学んだね。まあいいところは盗んでいこうね。はい、で、そして自分の、スキル、知識にしていきましょう。いいですか、ゆるくん。はい、ない。はい、じゃあ、ない。はい、今回は、ママの勝ちです。はい。ゆるくん、また、三色漫画チャレンジやりたいですか。はい。はい、また今度、機会あったらやって、ママを打ち負かしましょう。はい。はい、今回の三色漫画チャレンジいかがでしたか。うん、ミッキーも、うん、ミニオンも結構そのキャラクターの色が出ちゃったから、うんうんうん、それをちょっとオリジナルっぽくするのが大変だったけど、うん、楽しかったね。
はい、はい、楽しいね。そうです。塗り絵楽しいですか？はい、はい、皆様もぜひ三色マーカーチャレンジ挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、はい、次回もまた皆様ゆるくん TV でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。シーシーはもうおねんねしました。